2021年6月23日、ロシアとイギリスの間の見解の相違をめぐった報道があったみたいだね。発端はイギリス海軍の駆逐艦ディフェンダーがクリミア半島沖の黒海を越え越え中だった時に、起こったとのことだぜ。今回はオスロシアさん絡みの話題ってわけだね。そうそう、今回はイギリス海軍駆逐艦ディフェンダーへロシアが威嚇行為を行ったことについてと、それに対するイギリスの反応について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ところで駆逐艦ディフェンダーってどんな艦隊なの？守備という意味のディフェンダーはイギリス海軍の045型デアリング級ミサイル駆逐艦5番艦だね。2020年5月、母港であるポーツマスを出港して極東に向かう航空母艦クイーンエリザベスに従っていたんだ。この駆逐艦ディフェンダーが就役したのが2013年平成25年だったから、現役期間は8年ほどなるわけだね。ディフェンダーはイギリス、フランス、イタリア3国で共同した開発のバームスシステムを搭載しており、艦隊防空を担っているそうだぜ。バームスシステムって？バームスとは正式名称をプリンシパルアンティエアーミサルシステムといい、イギリス、フランス、イタリアが共同で開発した艦隊防空システムのことだな。ロシア側の主張はこのディフェンダーがロシア領海に侵犯したので、監視任務に当たっていた国境警備局の艦艇と戦闘機が威嚇のための警告射撃及び爆撃を実施したということだったんだ。合わせてロシアはこの時の映像を公開していて、ネット上でも簡単に見ることはできるんだけど、その内容には警告射撃や爆撃を実施した様子は録画はされていないんだ。映像に残っていたのは、ディフェンダーらしき艦艇が海上を越え越えしている様子が確認できるだけだな。ロシアからの指摘を受けたイギリスだけど、イギリスのディフェンダーは国際法に準じてウクライナ領海を航行したものであると述べて、ロシアからの警告射撃や爆撃を受けたことについては認めてはいないんだよね。ここからが驚きの展開なんだけど、それどころかイギリスは、このような射撃や爆撃は事前に連絡があったロシアの軍事演習という認識を示したんだ。つまり自国の駆逐艦ディフェンダーにロシアの銃口が向けられたとはみなしていないということ？そういう解釈になっちゃうよね。普通に考えれば、攻撃をした方が否定し、攻撃された方が被害を心象膨大に世界にアピールするというパターンになると思われるんだけど、今回は逆で、攻撃した側のロシアの発表を、攻撃を受けたはずのイギリスが否定する形になっているぜ。なんとも不可解な事態だけど、それはこの2国が政治的に異なる位置に立っているためだろうという推測がなされているんだよね。ロシアはディフェンダーが航行した海域はロシアの領海なので、領海侵犯だと主張しているんだけど、イギリスはこの海域をロシアではなくウクライナの領海とみなしているから、2国間での前提条件がまず異なっているのがわかるよね。イギリスは、国際法で認められた無害通行権を行使してウクライナ領海内を航行したという立場を主張しているんだけど、自国領海を盾に領海侵犯だというロシアの主張の根拠を真っ向から否定したんだろうね。旗から見れば攻撃したロシアの好戦的な態度こそ大問題とイギリスは世界にアピールして良いのではと思うんだが、あえて攻撃を認めないことでクリミア沖がロシア領であるという、ロシアの主張そのものを全く無視してしまう判断と言えるのだろうぜ。前提が違うから、ロシアがラーラー言っても、イギリスは無関係と白を切ることができるというわけなんだね。そうそう、興味深い事実もあるんだ。実は当時ディフェンダーには、イギリス BBC の記者が取材のために乗艦したそうで、この記者によればロシア国境警備局の艦艇2隻と20機以上の航空機が駆逐艦に接近してきたということだよ。BBC 記者の証言を分析すると、ロシアが艦艇や航空機をディフェンダー威嚇のために、接近させたというのが真実ではないかと推測されるんだけど、イギリス政府はそのような意見は全くなく、前述の立場を堅持しているようだね。ユーラシア大陸の中に位置する黒海の沿岸部のクリミア半島は、日本からすればあまり馴染みのない場所かもしれないね。しかし、看護師を目指す人にとっての大先輩ナイチンゲールの名前を知らない人はほとんどいないんじゃないかな？彼女は、第一次世界大戦にクリミアで敵味方取らず負傷者を看護したということで、別名クリミアの天使と呼ばれたらしいからな。最近はナイチンゲールとクリミアを結びつける人も少ないようだが、確かにクリミアと言われたらナイチンゲールを想像するかな。アジアにとっては遠いクリミアだけど、イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国にとっては古くから紛争の種になりやすい場所だったんだ。国会自体が重要な要衝だもんね。ところで2014年平成26年のクリミア併合を皆は知っているかな？
国際的にはウクライナの領土とされていたクリミア半島の共和国及びセバストポリ特別市をロシアが併合してしまった事案のことだね。もっとも軍事侵攻なのではなく、表面的にはクリミアの住民投票や条約締結というソフトな方法で強行したんだがな。ちなみにセバストポリの要塞があったので、第一次世界大戦の激戦地として有名だよな。ウクライナをはじめ、国連加盟国の大多数がロシアのクリミア併合を承認しない立場を表明して、日本もその動きに倣っていますが、今日現在もロシアの実効支配は継続中のままなんだぜ。ロシアに対抗できるはずのアメリカだけど、併合当時のオバマ政権もロシアの行動を承認しない立場だったんだ。これに関してはトランプ政権も同様の態度を見せていたよ。ちなみに現バイデン政権の行方はまだ不明だね。そして軍事大国中国は、アメリカ主導でのロシアへの制裁措置には賛同しない動きを示しているぜ。アメリカに主導権を握られるのがそんなに嫌なのかと思ってしまうよな。中国は、積極的にロシアを支持することはないようだが、中国共産党機関紙人民日報系の環球時報にはロシア擁護の記事が掲載されていたそうだぜ。二大国以外の動きだけど、アメリカとロシアのどちら側に組みするのか態度をはっきりさせないことが多い。トルコはクリミア併合に関してはロシアを承認しない立場をはっきりと表明しているよ。歴史的にロシアから圧迫されていた経緯があるためか、トルコのロシア嫌いは有名だよね。余談だけど、トルコが親日国なのは日露戦争で憎きロシアを破ってくれたからという理由をよく聞くことがあったんだ。まあ、真偽は不明なんだけどな。武器輸入等でロシアと結びつきの強いインドは、ロシアへの制裁には不参加みたい。あくまでも中立的立場を貫きたいように感じられるね。それじゃあロシアによる強引なクリミア併合の意味を考えてみようかな。要約すれば、ロシアの行動を批判する国際的世論が高まっているにもかかわらず、クリミアの解放には結びつかないという非常な現実ではないかな。だからこそ、ロシアの実効支配が継続中ということなんだろうね。ちなみにクリミア併合が影響するのはロシアだけじゃないぜ。中国が進めている南シナ海の領有権の拡大や、台湾併合に向けた追い風になりかねないという危惧もあるぜ。いざとなったら日本も尖閣諸島などがあるから、対岸の舵と高みの見物を決め込むわけにはいかないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう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 。